豆キュン。血液の中はどうなっているの？これは私たちの体の中の血液のお話です。本当に嫌だわ、まったく呆れちゃう。赤血球や、どうしてそんなに怒っているんじゃ？リンパ球のおじいさん、私の話を聞いて。さっき酸素を運んでいたんだけれど、あー重たいわ。さあ早く運ぶんだ、急いで。わかったわよ。よいしょ。まあ、ねえ白血球さん、白血球さん。どうしたんだい？それが酸素がすごく重たくて。一緒に運んでくれないかしら。悪いけど僕は手伝えないんだ。それじゃあ。そう言ってまたグーグーと寝てばかりいるのよ。本当に呆れちゃうわ。そうだったのか。赤血球ったら、白血球はいつもそうじゃないか。僕たちが随分栄養素、老廃物を運ぶのに目が回るくらい忙しくても一度も手伝ってくれないんだから。そうだそうだそうだ。そう、そういえば前に血管が破れたことがあったんだ。みんな覚えているだろう？もちろんよ。すごくびっくりしたんだから。うん。本当に怖かったんだ。わしが白血球に血管を塞ぐのを手伝ってくれって頼んだのに、聞いてもくれなかったんだ。それからどこかで喧嘩でもしてきたのか、傷だらけになって現れて、まったくけしからんやつさ。白血球は一体ここで何をしているんだか。仕事もしないで遊んでばかりいて。さあよ、私たちが一生懸命働いているのを見て悪いと思わないのかしら。こらこら、そうじゃないんじゃ。え？そうじゃないって？白血球には白血球の仕事があるんじゃ。まさか働かないで遊んでばかりいるのが仕事だって？そんなのわしでもできる。遊んで遊んで、若いうちに遊ぼう。よいしょっと。血小板のおじさんの言う通りよ。私、白血球が仕事しているの一度も見たことないんだから。白血球はとても大切な仕事をしているんじゃ。だから大切な仕事ってなんだよ。おじさん、おじさん、大変だ。ん？どうしたんだ？あっちの方で血管が大きく破れたんだ。なんだって？一体どうして？いやいや、こうしている場合じゃないぞ。どこだ？早く行ってみよう。どうしよう、また何か起こったみたい。あれは何？何かがこっちに向かっているよ。あー、どうしよう、どうしよう。よし、ここを壊そう。みんな、こっちだ。あ、パイキンたちよ。リンパ球のおじいさん、どうしよう。大丈夫、あいつらは見たことのあるやつらじゃ。うわぁ、リンパ球のおじいさん、バイキンを捕まえたよ。まだ安心するのは早いぞ。白血球が必要なんじゃが。え？白血球が？怠け者の白血球がどうして必要なの？お前ら、ここにいたんだな。リンパ球のおじいさんがこいつらを捕まえていてくれたんだね。あとは僕に任せて。えい！それ！みんな大丈夫かい？ちょうどいいところに来てくれたな。
大したことないよ。弱っちいバイキンたちをやっつけたぐらいで喜んでいるとはな。お前は誰だ。むむむ、初めて見るやつじゃな。そうだ、俺みたいに強いやつはいないからな。俺は恐ろしいインフルエンザ菌だ。今日からここを俺たちの住処にして恐ろしい病気を撒き散らしてやる。みんな全部壊してやれ。どうしよう、リンパ球のおじいさん、白血球。リンパ球のおじいさん、早く抗生物質の罠を。いやうん、初めて見るやつだからなかなか手強いな。いやそんな動くんじゃない、悪い奴らめ。えい、うわ、助けて。うわあ、あらま、白血球がインフルエンザ菌をやっつけたわ。うわあ、本当にすごいよ。うん、見直したわ。なんてことないよ、僕の仕事をしたまでさ。白血球の仕事？リンパ球のおじいさん、もしかして白血球の大切な仕事って。そうじゃ、白血球は体に入ってきた悪いバイ菌や病原菌、異物を攻撃してやっつける仕事をしているんじゃ。わしらにとってなくてはならない大切なやつなんじゃ。リンパ球のおじいさんたら、そんなに褒めないでよ。白血球さん、ごめんね、私そんなことも知らないで。僕も。ううん、気にしないで。ああ、やっと塞いだよ。あれ、白血球のやつめ、またどこかで喧嘩でもしてきたんだな。まったく、わしがどれだけ苦労して。血小板のおじさん、白血球を責めないで。白血球は大切な仕事をしているんだから。そうだよ、白血球は僕らのヒーローなんだから。え、なんだって。ははは、そういうことじゃ。まったく、どうなってるんだ。